はい、どうも皆さんこんにちは、カズマンでございます。はい、ということでね、なんて嬉しそうな顔をしてるんでしょうか、僕買っちゃいました新車、日産エクストレイルでございます。ね、前回の動画であのインプレッサちゃんとねお別れを告げて、何を買うのって、SUV だったので、僕ずっとね SUV 派なんですよ。もう初めて乗った時からずっと SUV に乗り継いできて、まあ前回のインプレッサはね、正直あの両親のお下がりを買い取ったということでね、僕の趣味じゃないんですなんて前回の動画で言いましたけど、僕はね、あのね、車高が高い車が好きなの。それはね、もう SUV っていうのがね、流行る前から結構好きでございまして、なんで車高が高い車がいいって言ったらね、これね、下手くそでもいいのよ、車高が高い車って。まず見晴らしがいいでしょ？見晴らしがいいからすごく運転しやすいっていうのと、車高が高いから、例えばちょっと縁石に乗り上げたりとか、逆に縁石から間違って降りちゃったりとか、なんかちょっとしたことにもね、耐えうるのよ。ボディがその地面にスレスレとかにないから。だからね、なんか運転がすごい楽ちんで、僕はずっと SUV が好きでね、SUV を乗り継いできたんですけど、まあその中でね、前回はインプレッサーというちょっとね車高が低い車で、やっぱりちょっとこうなんか縁石に擦っちゃったりとかね、なんかもう知らないうちに知らない場所がへこんでたりとかね、やっぱねあんまり僕に向いてる車でないなってすごい実感してて、なんで今回は車高が高いエクストレイルちゃんということでね、お乗り換えさせていただきました。早速ねエンジンルームから開けておりますけれども、ご覧いただけますでしょうか。 e-power でございます。日産の今押しておりますですね、電気自動車的な、このエクストレイルの場合にはですね、さらに進化した eフォースというものがついておりまして、前後モーターが搭載されておりまして、ご覧のようにですね、真ん中にエンジンはついてるんでございますけれども、このエンジンというのはタイヤにはね直結しておりません。間にモーターが入っておりまして、モーターの力でしか走らない、それが e パワーでございます。トヨタのハイブリッドとかはね、エンジンの力でもタイヤを回すし、モーターの力でもタイヤを回すしって、二刀流なんでございますけれども、この日産の e パワーおよび e フォースはですね、そのままダイレクトにモーターでしか走りません。なんでね、燃費はさほど良くはないんでございますけども、その代わりにすごく滑らかに走るんです、モーターで走るから。何を隠そうですね、僕はこのモーターの走りというものに、これをね試乗した時、エクストレイル試乗した時も感動しちゃってね、それで買ったと言っても過言ではございません。走りがものすんごい滑らかなんですよ。これはもう未来の車だと思ってエクストレイルにしました。本当だね、これすんごい向こうの方、これが多分シャオンなんだろうね、ということでね、モーターで走るもんですから、エンジン音っていうのが結構目立っちゃうんですよね。もうすごい静かな車なんで、この車なんで、すごい遮音がねすごいしっかり考えられていて、もうボンネットを閉じたら全然音入ってこないですよね。すごいんですよね、遮音性すごい考えられてるこの車。あとまあお顔の部分は、これは本当にねその人によっての好みがあるんで何とも言えないですけど、僕の好みではないかな、正直。どうだろうそんなにかっこよくはないよね、この車ね。エクストレイルってことを考えると、めちゃめちゃね高級なお値段の車なんですけど、エクストレイルって僕ね新卒社会人の時も一回ね日産に、どんなもんかなと思って見積もり取りに行ったことがあって、その時はね新品で260万乗り出しで乗れますよって僕が新卒社会人の時は言われたの、エクストレイル。そのエクストレイルがね今なんとね450万円ですよ、これ。いやーすごいよねまあこのね令和の世は何でも物価高だから、まあしょうがないっちゃしょうがないのかもしれないですけど、まあ値段が高い割にね、これ今ほらハザードとかもつけてるけどね、これねお豆電球なんですよ、お豆電球。450万出したらここら辺は LED にしてくれてもいいんじゃないかな日産さんってちょっと思っちゃいますよね。もう値段に関してはね、もう一個不満があってね、このエクストレイルっていう車ね、かれこれもうモデルチェンジしてこの方になって発売してからもう多分1年半ぐらいは経つんですけど、発売当初より値上がってんのよ、この物価高のこの世だから。40万ぐらいだったかな、値上がっていて、40万値上がるのはもう100歩譲ってしょうがないと。ただ40万値上がるならさ、例えばこのさ、LED のウィンカーにちょっとしときましたよとかさ、LED のウィンカーなんてほんと、原価で言ったらほんと数百円のレベルでしょ？この今映ってるね、あの何
バーのライセンス灯とかもこれもう肌色電球なわけですよ。いやここら辺はね、まあ、40万の値上げなんて全然カバーできないけど、こういう部分でちょっとだけでもなんか誠意を見せてくれたらもっとこの車売れるのになと思って、本当に何にも一切の変化がなくただ値上げしただけだったんですよね。だから発売当初に買った人はすごいお得だったと思います。僕みたいにちょっと経ってから買った人はザメンっていう感じ、一切の何も成長もなければ40万のね、値40万のうちの10分の1、4万ぐらいしか価値ないよねっていう違いでもいいから、ちょっとでも進化してくれたらね、本当ありがたかったんですけど、残念。まあ、お値段の不満はね、これぐらいにして、動画内では今ね、ポン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 床を叩いてますけど、僕のエクストレイル、なんとこれね、レアな7人乗りモデルなんですよ。7人乗りモデル。このエクストレイル、グレードで言うと、松竹梅って3種類あるんですけど、その松竹梅の竹コース、真ん中のグレードだけ唯一7人も乗りを選べるっていう、もう基本的にエクストレイル5人乗りしか全部ないんだけど、どうしても7人乗りたい人は、竹コースの人だけ7人乗りが選べるっていう、元は5人乗りなんだけどね、5人乗りなんだけど7人乗りにチェンジすることができるってことで、僕のね今回の、車選びのコンセプトは、いっぱい人が乗れる自動運転がついた SUV っていう、これがね今回の僕のコンセプトで、いっぱい人が乗れる自動運転がついた SUV ってね、実はね全然ないの種類が。まあ、その中でね、このエクストレイルはね、ほんと数少ない7人乗りの SUV ということで、ちょっと後ほどね、この後ろの3列目については、ちょっといろいろ試すんですけど、今はまだトランク開けてますね、トランク。空気入れと、あとこの今持ってるボトルは、あれですね、パンク修理剤ですね。最近近年の車って、スペアタイヤついてないですから、パンクした時のエマージェンシー用に、こんな感じで、軽自動車とかね、どの車も結構今積んでありますね、空気入れとパンク修理剤。でね、予想外だったのが、これ、パンク修理剤とかのさらにした、右側にあるのはバッテリーなんですけど、よくあるエンジン狩るためのバッテリーですね。車についてる箱型バッテリー。で、左側にあるのがね、これね、サブウーファーって書いてあって、僕今回ね、本当にね、ドケチケチケチエクストレイルを注文したんで、もう一切のね、ほとんどまるでディーラーオプションとか一切入れない感じで契約したんですけど、なんでね、BOSE とかも契約当然してないんで、BOSE サウンドシステムみたいなオプションもつけてないんですけど、これ何、標準スピーカーでもウーファーがこれトランクについてるってね、嬉しい誤算でしたね。はい、続いてはね、2列目に移動していきました。いやー、このね、最初についてるビニールって本当に邪魔くさいなと思って、本当もう買って本当に新車の状態で今ね、これ動画撮影してるんで、もう ビニールとかもいちいち全部剥がさなきゃいけないんですけど、この真ん中にあるポコンは、後ろの席とね、貫通してて、なんつうんでしょうね。こうポコンを前に倒すと、なんかね、こう、ツーツーになっちゃうんで、あんまり良くないとかっていうね、レビューもあったりするんですけど、僕はね、これ、ツーツーの方が多分ね、いいと思うんですよね。ツーツーの方が多分、子供とかだったら、ここから直接、僕7人乗りにしてますから、この間に空いた隙間から後ろの席にポンってね、靴脱いで移動したりとかできるから、そんな悪くない作りなんじゃないかなって僕は思うんですけど、まあね、ここの部分がね、ちゃんとこう、なんていうんですか、後ろの部分にも壁があって、こう、トランクと仕切られるような車が確かに多いっちゃ多いから、どうなんでしょうね。僕はこれ貫通してて全然ありだなって、こっちの方が使いやすいなって思ってます。なんと僕の車はですね、これ寒冷地使用車になりますんで、後ろの席にも、ちゃんとですね、シートヒーターが内蔵されてて、温度の調整も3段階になってるっていうね。まあ正直こんなんいらないから、もうその分安くしてくれってちょっと思っちゃいますね。あと後ろの席の人用に、USB のタイプ A とタイプ C のね、充電の口もあります。これも別にいらないから、もうちょっとその分安くしてくれとか思っちゃうけど。でね、まあ今回僕のやつ、これサンルーフついてないモデルなんで、頭の上にこの豆電球の、ライトがついてますね。これサンルーフってどう思う？俺なんか昔サンルーフの車も乗ってたけど、サンルーフって本当に使わなくない？なんか YouTube とか見てると結構みんなサンルーフ付きを買ったりするし、なんかサンルーフ付きの方が売るとき高いんだみたいな話もあるけど、売るとき高かったとしても僕別にいらないけどなと思って、サンルーフって本当に使わないよ。なんかもう今ほら、タバコ吸ってたときとかだったらね、サンルーフチルとすると煙がスーッと抜けてっていいなとかっていうのあったけど、今本当いらなくない？タバコ吸う人も少ないし、なんてちょっとサンルーフについてね、語りながら3列目に移動しておりますけれども、3列目に関しては、まあ所詮は緊急用なんですがこの形ぐらいの大きさの SUV で3列目って漏
れなくどの会社の車でも緊急用なんですよ。このエクストレイルの兄弟車に三菱のアウトランダーっていう車もあったりするんですけど、それはもっと緊急用ですよ。3列目もっと座りにくいしもっと狭いしみたいな。まあ、あのマツダの CX-8 ならエクストレイルのこの3列目よりちょっともしかしたら広いかなぐらいの感じで、どっちにしても緊急用には変わりないですね。ただ僕はかなり身長が低いタイプなんで、こんな感じで座席をですね、2列目の座席を前にスライドすることによって足元空間が出来上がって座れるようにはなるということで、まあ、僕ぐらいの身長だったら大丈夫、170センチぐらいまでだったら多分3列目も座れるんじゃないかなと思うんですけど、3列目に座ると2列目のシートがこれだけ前に出てしまうんで、1列目運転席助手席の人もシートをちょっと前の方に出して2列目の人の分の足元というのを作らなきゃいけないんで、全体的に1列目の人も前に2列目の人も前にってすることによって3列目の人も座れるといったような感じでございますね。まあ、ただ子供が座る分には先ほどの真ん中のところね、2列目の真ん中のところをパターンして、そこから靴を脱いでですね、ピョンと3列目に飛び乗ってしまって、通常の状態だと2列目がおそらく一番後ろにあるんで、3列目の足元っていうのはマジでゼロに近いんですけど、子供だったら別にそこにあぐらをかいて座ったりとか、正座をして座ったりとか、体育座りをして座ったりとか、まあ子供はね、柔軟、体が柔軟ですし、ちっちゃいから、まあ別に足元をね、足をこう足元の下に置かないでも別に大丈夫じゃないかなと思うので、運用方法次第でね、うまいこと3列目も、活用できるんじゃないかなと思います。まあ、2列目に関してはね、十分使えますし、これだけ置くとね、手前でこれ前後スライド量がありますんで、一番後ろにスライドすれば2列目も快適に使えるんじゃないかなと思いますね。はい、続いて1列目助手席に移ってまいりました。助手席から見る感じはこんな感じでございますね。これね、助手席と運転席でね、ドアの作りが微妙に違って、助手席はね、これつかみのところと小物入れのところとって2種類分けてあるんですね。下の部分は運転席と一緒、ドリンクが置けたりとか、ちょっとした物入れになっていて、スピーカーは下についてたり、あとここのポコンのところにね、あのティッシュとかをね、置いておけたりするよと。グローブボックスはこんな感じ。グローブボックスのね、なんか容量がちょっとちっちゃいなと思って、この隙間何と思ったら、この隙間の中にね、このヒューズが埋まってました。ヒューズボックスが、グローブボックスのね、半分の部分を占めてるというような感じでございますね。一応最低限、なんていうんですか、説明書とかが、しまっておけるようなグローブボックスになっております。運転席はこんな感じでございまして、プッシュブレーク&パワーオンということで、これで電源が入ります。何気に僕がね、この車で一番気に入ってるぐらいの、電源を入れた時のポンポロポンポンポーンと、こうメーター部分のこのビヨーンって起動するような感じの画面、結構気に入ってますこの車も。はい、これが運転席側のドアになりますね。助手席側のドアと違って、この取っ手の部分はね、下は貫通しないようになってるんですけど、取っ手の部分が貫通する場所バージョンはないんですね。なんでちょっと助手席とちょっと雰囲気違う、ポコンの部分は1個しかなくて、その代わり、窓とかね、ミラーの操作スイッチの方が上の方に並んでいると、これね、窓の方は全席がフルオートの、ウィンドウになっておりまして、ギュッと押し込めば一番下まで勝手に自動で下がるし、ギュッと上まで上げれば一番上までちゃんと自動的に閉まるというね、フルのオート、ウィンドウに、パワーウィンドウか、フルオートパワーウィンドウということになっておりますね。上の部分は、サイドミラーの調整ですね。右側のサイドミラーのボタンを押せば十字キーで、ミラーの具合を調整できたり、あと真ん中の部分を押すことによってピヨーンとこういう風にピヨーンと開けたり閉めたりができます。これはね、鍵と連動になっておりまして、鍵を閉めると、ミラーも畳まされると。で、鍵を開ければミラーが開くというようにね、ちゃんと鍵と連動してミラーが開けたり閉めたりなるようになるというのがね、今時の感じで使い勝手いいですね。はい、ハンドルはこんな感じでございます。なんかね、すごいすべすべの革の質感で、非常にね、触ってて心地が良いハンドルですね。今時のほんとこの革の質感ほんとすごいよね。早速ね、新車のくせにですね、ドキンにしないで乗ってるのはもうさすが僕だなと思うんですけど、後々これはね、またね、別にレビューしたいと思うんですけど、足マットとかね、購入しまして、それはまた別にレビューしたいと思います。この運転席周りのね、機能なんかに関してもまた後々、使ってみた感じをね、レビューできたらなと思うんでございますけれども、1点ね、特筆すべきところで言えば、このシフトノブかな。このシフト
ットノブはね、慣れないね。もうかれこれ2、3週間乗ってるんですけど、このアフレコ時点で。まだ慣れないね。初めて乗る人なんてね、なんかなかなか車を動かせないんですよ、これ。なんか、本当にね、変わったシフトノブ。トヨタ式のコキコキって、僕昔営業所でプリウス乗ってたんですけど、プリウスのコキコキシフトノブもなかなかだなと思ったんですけど、それよりもさらに慣れないね、この日産の新しい形のシフトノブは。画像はですね、エアコン周りを映してるところまで行っちゃってるんでございますけれども、ハンドルヒーターとかね、シートヒーターとか、やっぱりこの車ね、北海道で買った寒冷地仕様でございますんで、だからじゃないかな、こういう機能がついておりますね。エアコン自体も右左が独立で温度調整ができるようなエアコンになっております。はい、あと真ん中の小物入れはこんな感じで左右分割して開くような形のギミックになっておりまして、あとはまあ上を見上げればね、これ日産コネクトナビっていうのをね、唯一オプションつけておりますんで、その関係でこの SOS ボタンでね、助けてとかって事故った時に、助けを呼べるようなボタンがついてたり、あとはまあこのルームランプですね。ルームランプはこれ豆なんですよね、ダサいよね。ルームランプの奥はサングラス置ける、なんていうんですか、パカンの入れ物のところになってますね。で、その奥に見えますですね、バックミラーですね。バックミラーもこれはね、ナビについてのオプションで一緒になってついてきたこの電子式のバックミラーになっておりますね。はい、ということでね、ファーストインプレッション内外装編ということでね、内外装を買ったばっかりのね、やつ全部ね、シートとかね、カバー引っぺがしながら見たよというような動画でございました。あと運転席周りの機能もろもろとかね、あとナビの機能もろもろとか、そういうのはまた別途、動画にして、出せたらなと思っております。なんのこのね、エクストレイルね、僕なんで買ったかの半分ぐらいの理由は、試乗した時の走りのスムーズさにね、これは未来の車だと思って買ったのが理由の一つになっておりますんで、次回はですね、走行インプレッション編ということでね、実際に走らせてみながら、エクストレイルについて語らせていただけたらなと思います。ということでね、しばらくちょっとエクストレイルの動画続いちゃうかなと思うんですけどね、エクストレイル以外にもね、実はね、スバルの車も控えてるし、あと実はね、ひょんなことから軽自動車、今話題の軽自動車のね、インプレッションもしてまして、ちょっと車の話題が少し続くかなと思うんですけど、もし面白いなと思いましたら、ぜひチャンネル登録してね、見ていただけたら幸いでございます。どうもご視聴ありがとうございました。じゃあの。ボーカーセーバーほら。As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.